妖精の花があるのね。急ぎましょう。気をつけろ。この辺り足場が相当脆くなってやがる。わかりました。おっと、まったく危なっかしいんだから。助かりましたわ。急ぐぞ、時間がない。真剣なんですね。正直に言って意外でした。ファングさんが人の命に対してこんなに一生懸命になるなんて。それも敵だった方に。俺は前にもアポローネスと戦ったことがある。アポローネスはそのせいで死んだ。その時は俺も仕方のないことだくらいにしか思ってなかった。でも後でアポローネスの妹に会ってな。そいつは兄貴の仇を探す復讐の旅をしていた。さっき瀕死のアポローネスがつぶやいてたエミリっていう子だよ。だからもう誰も死なせねえって決めたんだよ。一人の死は一つの不幸じゃねえ。連鎖して周りの人間を狂わせちまうからな。そんなことがあったのですね。それにここでアポローネスを死なせちまったらもう誰も守れない。ただ前と同じ運命を繰り返すだけになる。そんな気がする。そういえばシャルマンさんでしたっけ。アリンさんから聞いた話とはかなり印象が違うように感じましたけど。私たちが過去に飛ばされる前はもっと優しい人だったんだよ。あんなに傲慢なことを言う人じゃなかった。アリンは俺が得意点になり起きることが変わり始めてるっつったな。シャルマンもその影響を受けてんのかもな。だったらボケたあいつの目覚ますのも俺の役目だ。ふぅ、俺ってば悪ぶっても根はいいやつ。それご自分で言いますか。あ、妖精の花だ。よし、さっさと持って帰るぞ。行きますわよ。キュイ、お覚悟を。まだまだ行くぜ。覚悟しな。キリ、まだだ。だって覚悟しな。だチャンスですわ。始めます。やらせてもらう。キリ、まだだ。どなたが相手かしら。せい、エアロイズ。コンプリート。さあ始めようか。キリ、まだだ。どなたが相手かしら。やらせてもらう。お覚悟を。さてと、諦めませんわよ。覚悟しな。キリ、おまけ。行きますわ。覚悟しな。キリ、おまけ。
どなたが相手かしら。ぜい、ヘッ、ブリアス、ソフル。始めます。力がやらせてもらう。おまけ。始めます。さあ、トップ。どなたが相手かしら。覚悟しな。まだだ。お覚悟を。はあ。さあ、トップ。はあ。まだだ。いきますわ。始めます。犠牲、フッ、キリッ、トップ。力が。どなたが相手か。ゲーム。行きますわ。フッ。覚悟しな。フッ。おまけ。始めます。やらせてもらう。どなたが相手かしら。ヘッ、トップ。犠牲、ヘッ、トップ。迫りませんわよ。覚悟しな。うりゃっ、まだだ。お覚悟を。犠牲、キリッ、トップ。キリッ、トップ。お覚悟を。犠牲、ヘッ、トップ。始めます。ヘッ。覚悟しな。ハチキャノン。これで妖精の花を。妖精の花が枯れてる。さっきのモンスターの毒気に当てられちゃったんだ。なんてこった。これじゃアポロネスを助けられない。くそ、どうすりゃいいんだ。バング、俺はまたエミリーに。エミリがくれたお守り、中には確か。まずいね。全く血が止まらない。どうやらわずかに心臓を外れたために即死にはならなかったようだな。あの時ファングが相手の野郎にぶつかっていったせいで軌道がずれたんだけど、このままでは。よかった、なんとか息はある。急いでやってくれ。おい、じゃあこれを飲ませてっと。意識が戻ったか。アポロネス、俺様に感謝するんだな。今日からその命俺のもんだ。勝手になくしたりすんじゃねえぞ。俺の名前が書いてあるからな。友の意識の中で聞いていた。私を助けるためルドケイ陽光炉跡に行くと。どうやら夢ではなかったらしい。お礼なら結構ですわ。これからの私たちのためとことん尽くしていただきますから。戦え。
何度生き返ろうと私は変わらぬ。ドルファを裏切り敵に寝返るなどもってのほか、この身が動く限り私は貴様に剣を向ける。この石頭、何とでも言うがいい。参る。見せてもらうよ。始めます。行きなさい。はあ、うせえ。うりゃし、出る。飛ぶ。行くぞ。計らせてもらおう。そこ、手。行きますわ。はあ、やらせてもらう。キル。始めるぞ。クルー。聞こねえよ。詳細データを。行きますわ。任せておけ。覚悟しな。キル。そこ。計らせてもらおう。タイガー。行きますわ。手加減せん。止まりませんよ。うれし。悪いで。だ。だ。行くよ。さて。お覚悟を。はあ。手加減せん。行くぜ。キリッ。テッ。おまけ。詳細データを。クライだ。これほどとは。な。このままでは武人の名を得。この一撃にかけよう。始めるぞ。クルー。聞かねえよ。始めます。回復。そこだ。詳細データを。あ、これ。任せておけ。クルー。きっか。どなたが相手かしら。回復。やらせてもらう。やらせコンプリート。よっしゃ、行くぜ。キル、うりゃし。そこ。て。さて。そこ。うっ。まだやれる。導いてよ。どう。うせ。ほら。目覚めたかよ、バカ兄貴。強くなったみたいだね。疲れた。二度襲ってきやがって。手間のかかるやつだ。また負けたのか。逃げると、アポローネスが立ち上がれないうちにここから出るんだ。致命傷は負ってないからすぐ復活すんぞ。また戦いにならないうちに行きましょう。だがな、次会ったら100年目絶対仲間にしてやるからな。それまで首洗って待ったらよ。その使い方おかしくない？行くぞ。おかしな少年だ。しかし負けは負け。負けて生きながらえるほど卑しくはない。エミリー、幸せにな。
気づいてた？ああ、お前も気づいたかな。俺様のかっこよさが神の領域に達しようとしていることに。なこと誰も言ってないわよ。そうじゃなくて、ティアラたちのことよ。私たちが過去に戻る前と強さが変わっていないの。それくらいとっくに気づいてたに決まってんだろ。俺様の観察力をなめるな。お前の髪型が変わったことだってお見通しだ。いや、変わってないから。とにかくだ、お前はこう言いたいんだろ。過去のあいつらがどうして未来のあいつらと同じ強さなんだって。うん、そう。っていうか、私は最初からちゃんとそう言ってたわよね。つまりこれが得意点の影響ってことだろ。いいじゃねえか、強い方が助かる。まあそうなんだけど。考えてもみろ、得意点の影響が違う風に出てたらどうだ。元の強さに戻るどころか最初よりもっと弱くなってたりしたら。うわ、それはちょっと困る。だろ、だから何も問題なんてねえんだよ。やっぱ運は俺様に味方してるな。運をも味方につけた男、ファング。俺様に不可能はねえ。うん、そうね。あんたなら何とかしちゃうかもね。大船に乗ったつもりでいろ。どんな敵が来たって一歩も引かねえ。キャプテンファングが敵に体当たりさせてやるぜ。船で体当たりすな。はあ、この船沈没しないか不安になってきたわ。生きのいい情報を大好きなお兄ちゃんのために仕入れといたよ。特売価格このお値段でどう？ハンマープライス、毎度あり。ね、ソルオールって村にフューリーがあるんだけど、そこはドルファス天皇のザンクっていうすんごく残虐なフェンサーが暴力で支配しているらしいの。ザンク。またあそこに行くんだね。私あいつ嫌だな。あれ、ザンクを知ってるの？でも一度売った情報はガセでもない限りクーリングオフは絶対しないよ。値引きとかもノーセンキューだからね。わかったわかった、アンガトよ。目的地がわかればそれでいいさ。さて、それじゃあソルオール村に行くとするか。さん、そのザンクという方をご存知なのですか？まあな、前にいろいろあってな。でもまあなんとかなんだろう。俺様を誰だと思ってる？絶対無敵勇者のファング様だぜ。ビュビューン。ビュビューンって何ですか？あ、いや、なんでもね。さて、ソルオールって村に行くか。おや、悩ましげなため息なんかついちゃってどうしたんだい？もしかしてついに体の隅々までねっとりじっくり私に調べられる気になったのかな？ごめん、突っ込むのもめんどくさいけど普通にキモい。冗談だよ。何か悩み事でもあるならお姉さんに話してごらん。別に悩みってほどのことじゃ。でも気にはなっている。ねえ、ファングってどんな女の子が好みなのかな？あ？やっぱりティアラみたいな子が好きなのかな。性格悪いけど可愛いし上品だし。お？私みたいなパートナーじゃない方が良かったのかな。おお、来た来た来た。これはつまりフェンサーと妖精間の恋愛話だね。
恋？違うわよ。この前私の異性の好みを聞かれたの。それならあいつはどんな子が好きなのかなって思っただけよ。でもそれだと自分みたいなパートナーじゃない方が良かったのかなんて考えないと思うけど、裏を返せば彼が望むパートナーになりたいってことじゃないのかい？もしそうならそれは特別な感情なんだと思うよ。そうなのかな。でも私は別にそんなつもりじゃ。ファング君に男の好みを聞かれた時どう思った？ドキドキした。結局勘違いだったけど。勘違いはともかく、ドキドキしたならそれはアリンちゃんにとって重要なことなんじゃないかい？でもそんな、私ありえないわよ。ありえないなんてありえないよ。自分の気持ちがよくわからないならわかるまで考えればいいさ。時間はまだあるんだから。うん、ありがとう、ハラ。お礼は言葉でなく私に身を捧げるという形でしてくれると嬉しいな。これさえなければいいお姉さんなのに。惜しい人だわ。俺はいわゆるチンピラさ。姉ちゃん、いい女じゃねえか。ちょっと付き合ってもらおうか。はぁ、デジャブですわ。本切り型のこういう方ってどこにでもいらっしゃるんですね。おい、聞いてんのか？聞いていますが、付き合う気はありません。女性を口説きたいのならまずそのお下品な話し方を改めてはいかがです？な、もっともあなたの場合顔もお下品なので無意味かもしれませんが。ねこのクソめ。おっと、そこまでだ。ファングさん。おい、こらこの野郎、俺様の連れに何してやがる。なんだこの若造、俺の邪魔す。ああ、いえ、お連れ様がいたんですね。これは失礼しやした。あれくらい、私一人でも平気でしたのに。ち、そういう問題じゃねえんだよ。お前に他の男が触れるのが我慢ならなかっただけだ。え？他の男にって、それってどういう意味ですの？どうしましょう。急に動悸が激しく。まさか、不整脈？ああ、勘違いすんなよ。お前は俺の下僕だ。俺はただ俺の所有物を守っただけだ。私がいつあなたの下僕になったと言うんです？もうせっかく少しは感謝して差し上げようと思っていましたのに。随分と上から目線な感謝もあったもんだな。大きなお世話です。お前はただでさえ目立つんだから、ちょっとは自覚して行動しろ。心配してくださってるんですか？面倒ごとに巻き込まれて俺に迷惑かけるなって言ってんだ。私がそんなヘマをするわけありません。よかった、普通に話しているうちにさっきの動機は収まりましたわ。普段はチャランポランなくせに不意打ちでちょっとかっこよかったから動揺してしまったんですね。そうに決まっています。
んまいい思い出がねえな。大丈夫だって、大体一度倒した相手でしょ。バーガ、お前はまだまだ俺様が天才だということが分かってねえようだな。え、どういうこと。面倒な戦いはごめんだぜ。だから最短ルートを目指す。確か村の力を、そこにフューリーがあるはずだ。ザンクとの戦いを避けて力をに忍び込み、フューリーを盗み出せ。そっか、わざわざ同じことをしなくても全然いいのよね。すごい、見直した。ということで、おい、やれ、牢屋のある場所を探してこい。やっぱりそうなるのね。どうした、戦え、命をかけて殺し合え。勝った方の命だけは助けてやる。お許しください。そんなことはできません。兄弟として殺し合うなんて。バカ野郎、兄弟同士だから面白いんだよ。イライラする。そんなに仲がいいなら一緒にくたばれ。様を楽しませて。ダンクが切れた切れた。今日もキレキレ、もっとキレキレ。ザンク、ほどほどにしてくださいよ。ああ、俺に意見するとは、随分偉くなったじゃねえか。え、パイナ、忘れたんですか、私はあなたのお目付け役なんですよ。それがどうした、俺様のやり方に文句あんの。いえ、そういうわけでは。ですが上がもっと穏便にと言っているんです。うっせ、ユーリーを手に入れたんだから文句はねえだろうが。いや、そうではなくて、まあまあ落ち着いて。どう、私たちドルファのフューリー集めは秘密裏に行わなければいけないのですよ。特に企業イメージが下がることはいけません。株価は暴落、信用はガタ落ち。そうすると私たちのボーナスが一挙に大暴落してしまいます。そしたらローンは、家庭は、教育費は、飲み屋のツケは一体どうなってしまうというんですか。わあ、すごい、精一杯の俺頑張ってるよアピール。うるさい、お前は黙ってろ。うるせえだと。アイガ、俺のストレス解消相手に立候補してようだな。そうもない、ビビアに行っただけですよ。それよりもフューリーはどちらに。安心しろ、ちゃんとチカローに保管してあるから。ただいまーっと。大体の場所は分かったわ。私の言う通りに移動して。ざっと見たところ、見張りが結構いるみたいだけど、気をつけて歩けばなんとかなると思う。なるべく戦いは避けましょう。この階段を降りた先よ。アリ、なんか匂うな。え、私ちゃんとお風呂入ってるわよ。ティアラじゃないの。私も入ってます。ちげえ、なんか嫌な匂いがする。この穴からの匂いが死体か。吐く穴、いいな、尊重ってところかよ。どうしたのファング。来るな、見るんじゃねえ。これはザンクの仕業。フェンサーとして許しがたい非道ですわ。この奥に地下牢があるわ。でも見張りがいるけど、どうする。最小限で済むなら面倒でもやるしかねえだろ。行くぞアリ。うん、フェアリーク。油断なさらないで。
行きますわ。消えなさい。さーてと、さて、フラグ行くぜ。行きますわ。覚悟しな。次、ダメ。負けてらんねんだ。あら、いいのかしら。またこの匂い。あった、ファング、あれよ。待ちな。てめえ何者だ。嘘、なんでここにザンクが。やれやれ、見つかっちまったか。何者だって聞いてんだ。耳がついてねえのかよ。一度お前を倒した者だ。いいか、予言してやる。戦えば必ずお前は俺に負ける。素直に改心してフューリーを渡せ。ちょっとかっこいいですわ、ファンクさん。そうか。ついでにもう一つ予言しよう。いずれ俺はこの世に平和をもたらし、大英雄と呼ばれるであろう。そしてみんなからどっさり貢ぎ物をされ、うはうはよ。それが本心ですのね。なんて汚い。冗談だ冗談。いい女もいるじゃねえか。俺が勝ったら女どもはいただくぜ。好きにしろ。ちょっとファンクさん、そんな大事なこと勝手に決められては困ります。私の命もヒューリーも私のものですわ。俺が負けるわけねえだろ。今この時から天下無双と書いてファングと読め。はあ、ハーラーさんも黙ってないで、このお調子者にガツンと言ってやってください。私は構わない。ファング君はなんとかできる子だよ。私にはわかる。私もいいよ。私の命はとっくにファングに預けてあるから。なんですの、この流れは。私が悪者みたいですわ。仕方ありません、私も預けます。頑張ってください、ファングさん。もう任せとけ。お前らはザクを頼む。行くぞアリン。オッケー、ファング。出ろ、来い、エアライズ。血の雨は降らねえんだよ。今日も明日も快晴だぜ。てもらう。ブリアッチ、おまけ。本気で来いよ。やらせてもらう。これからだぜ。いくぜ。どうし、行くぜ。キル、まだだ。本気で来いよ。行くぜ。誰が死ぬか。行
ぜ。誰が死んだ。これからだぜ。さあ、これ。それ。誰が死ぬ。さあ、これは。おまけ。本気で来いよ。やらせてもらう。やらせてもらう。はっ、切る。まだだ。これからだぜ。行くぜ。やらせ。さあ、始めようか。誰が死ぬ。力が。さあ、これは。まだだ。覚悟はできてんだろうな。もちろんよ。死ぬ覚悟に決まってんだろうがよ。さあ、ってと。キレッ。覚悟しな。リミット。バンディングストライク。いや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 。ダダメ。ちょっとやばかった。力が溢れる。いや、寝るのはお前だ。これで俺の勝ちだな。ふざけんな。一人限り負けを認めねえ。一本になっても戦うぜ。勝ちたかったら俺を殺せ。殺してみろ。いや、俺はもう戦わない。んなことよりお前、俺の仲間になれ。仲間？ああ、そうだ。仲間だ。こんな俺に、そんなことを言ってくれたのは初めてだ。いいのか？こんな俺で。あ、いいよ。ちょっと待った、ファング君。いくらなんでも人が良すぎないかい？さっきの処理場、見たろ？そうですわ。私も絶対反対です。こんな獣みたいな男。ですよね、アリーさん。野良犬だって3日飼えば恩を忘れないって言うし。3日だって嫌です。隙だらけだぜ。旦那、危ない。ガルド、裏切るのかよ。裏切りとは違う。報いやて。あんたは人の心を知らんケダモノや。ワイはずっと待っとったんや、この時を。ガルト、てめえが俺を殺すのか。俺が殺すのか。ありがとう。なんでワイの名前を知っとるんや。そうか、旦那とワイは運命の絆で結ばれているんやな。感動や。これで分かったろ。世の中にはな、根っからの悪ってもんもいるんだ。やりきれねえけどよ。知ってるよ、それぐらい。でもかけてみたかったんだ。どんなに望みが薄くとも、信じる心がなければ運命は変えられない。だから俺は、
今や。もうワイは猛烈に感動したね。だがワイはこれから。ああ、分かってる。一緒に来い。お前は俺たちの仲間だ。こんなところで何してるの、ファング？もうすぐご飯だよ。いらない。嘘！ファングがご飯いらないなんて、病気？うるせえな。ほっといてくれ。わかってるよ。ザンクのことで落ち込んでるんでしょ？別に。いいじゃない。ファングは人の気持ちにかけたんでしょ？負けたっていいじゃない。何度でもかけてみれば、そのうちきっと勝てるよ。今日の夕食はバハスのスペシャルビーフシチューだってさ。本当にいらないの？いる。お初にお目にかかります、シャルマン様ですね。ここいらではナンバーワン凄腕フェンサーと名高いシャルマン様ですよね。大声を出さなくとも聞こえてますよ。僕に何用でしょう。失敬。私はドルファホールディングスのエージェントパイガと申します。実はあなたをドルファの幹部としてスカウトに来ました。単刀直入に言いますと、君の力を貸してください。どうか、どうか断らないで、ボーナスがもらえなくなる。ああ、本音を言っちゃった。本音と建前を使い分けられないの？いい大人のくせに。ザンクがやられちゃって、会社に納品予定のフューリーまで取られちゃってさ、私は崖っぷちなんだよ。手ぶらで会社には帰れないんだよ。わかるか？この気持ちが。限りなくやけっぽち。いいでしょう。ドルファのトップに合わせてください。え、喜んで。ぜひぜひ。では早速会社に連絡をしますので、しばしお待ちを。あ、社長、実は将来有望な人材をスカウトしまして。え、ザンク？あれは、その、実はファングとかいうコソ泥みたいなやつにやられまして。お怒りはごもっともですが、代わりに、ザンクなんて鼻くそな凄腕フェンサーを連れて行きますんで、リストラはご勘弁を。ささ、こちらです、シャルマン殿。すでに社長がお待ちかねです。おお、待っていたよ。君が若手ナンバーワンフェンサーと名高いシャルマン君か。君の力があれば我が社も大きく飛躍するだろう。もうじき邪神の復活により、この世界は我が社が統治することになる。君には新世界作りの担い手として私の元で働いてもらいたい。そして邪神復活の暁には私はこの世界の神に。僕は人の下につくのは好きじゃない。社長、創造師、どうしました？これは神となり得る器などこの世にただ一つ、それは僕だけだ。なるほど、あなたの言葉、あなが中祖ではなさそうだ。ドルファにもなかなかの人物がいるようですね。一瞬で僕の器を見抜くとは。たった今花形はリコールされ、新しい総帥が誕生した。バーナード補佐官、一体何を。うろたえるな。所詮花形は小物だったということ。新たな総帥を迎え、我々ドルファは
邪神復活に向け総力を挙げる。僕がこの世界の神になる。そして本当の救済を実現してみせる。